クマヌクボチクマヌイチクボチは、ロシア連邦の南東部にある東西 680km の長さの低地で、東はカスピ海沿岸低地に、西はドン川下流の低地につながっており、北の東ヨーロッパ平原と南の北、コーカサス地方とを分けている。湿地や塩湖が多く、東のカスピ海に注ぐ熊川と、西のアゾフ海へ流れるマヌイチ川の下流が流れている。 クママヌク墓地という名も、この二つの川に由来する。クママヌク墓地には、クママヌ運河が建設され、カスピ海と国海とを結んでいる。モズドクでテレク川から分かれて北へ向かいクマ川の貯水湖に至るテレクマ運河が1930年代に築かれ、河川の水量の安定や砂漠の灌漑などに利用された。これに続き九百六十年代にクママヌ運河が完成したが、 水深が浅いため新たな運河の建設も構想されている。かつて、黒海やカスピ海の水量が多かった時期には、クママヌクボチはカスピ海と黒海とをつなぐ海であった時期もあったと見られる。この定地がヨーロッパとアジアの境界とされる場合もある。1730年に、ロシア皇帝ピョートル2世は、スウェーデンの地理学者、フィリップ・ヨハン・フォン・シュトラー・レンベルクの成果をもとに、 熊マヌク墓地をヨーロッパとアジアの境界と宣言している。ありがとうございます。